悩みがありそうな人を見かけました。旅は道連れ世は情け、声をかけてみるか。怪しいな。おい、わかった。よし、なんだここは。温泉が湧いてな勢いで声を落っさってしまったどうだ、一つ入っていかないか。温泉、大地より熱湯が湧き出る場、いわば天然の風呂だな。なんだ風呂かよ、いいよ、めんどくせえ。大自然を眺めながら巨大な湯船にどっぷりと浸かる。いいじゃん、入っていこうよ。待て待て待て、一緒に入るのか。はあ、そんなわけないじゃん、あんたたちは後。いや、一番風呂は譲れぬな。めんどくさいのが出てきたわね。わかったわかった、じゃんけんで決めよう。イルル・ケリスケの人間として負けるわけにはいかんのだ。よし、行こうぜ、温泉ってやつに。ノリノリじゃん。ティオハリム、脱がないのか。ん？ああ、そうか。いつもは従者がいたのでね。すまないが、脱がしてくれないか。俺たちがかよ！なんで俺たちがこんなこと。足を上げてくれ、ティオハリム。ん？おっ！なんつう下着だ。確かにいいな。うん、ここまで来た甲斐があったというものだ。なんか余計に疲れたけどな。あ、ティオハリム、今のなんだ。うん、こうして手を叩くと酒が出てきたものだったが。もうこいつ沈めちまわねえか。それにしてもちょっとぬるいな。湯加減か、ちょうど良い塩梅だが。むしろ暑いくらいだぜ。いや、やっぱり物足りない。シオンから炎の剣を借りてくる。おいおい、冗談だろ。シオン、頼みが。ハルフ、お前。ん？なんだと。いい湯だった。ああ、また入ろうぜ。壁が壊された。あ、疲れたね、フルル。
そいつ大体隠れてるじゃねえか。ハルッ、今度は私たちの番だな。ええ、楽しみね。覗かないでよ。んなことするかよ。ゆっくりしてくるといい。一番の若者が何を言っている。本当いい気持ち。みんなでお風呂に入るなんて夢にも思わなかったわね。えシオンのお肌が綺麗でびっくりしちゃった。美容の秘訣を教えてもらわないとな。もうやめてよ。絶対スベスベだよ。触りたい。ああ危ないって。キサラはやっぱり筋肉質。何か言ったかリンウェル。ロウ、なんだよ。男児には乗り越えなければならない壁がある。おうその壁を越えた時、男は男になる。そして私はその手助けができる。やるか？本当にやるつもりなのか？アルフェ！これは男の儀式ってやつで。そんなわけないだろう。固い男だ。そういう問題じゃない。でもよ、俺はここで男にならねえと。ワコードの成長の機会を奪うというのかね。アルフェンってかっこいいけど鈍いよね。まあ痛みがなかったのだし。まったくお似合いだな。ほんとほんと。リンウェル、今のはスケベ大魔王がいたのかも。何それ。アルフェン、どうしたの。俺は違うんだ、信じてくれ。それにしてもいいお湯だったね。うん、またみんなで来よう。僕らもう一回入ってきていいですか。壊してはならない壁もあるが。私の感性を満たしてくれ。
やっと着いた。今の子はどうだ、アルフェ。鍛えているようには。筋肉のことじゃねえ。感じるぞ、窮した民の思いを。私たちの出番だね。やれやれ。おお。おお。ほう。うん。よし。よろしい。声を記録するってどういう仕組みだ？あ、俺はアルフェン。あ、俺はアルフェン。俺ってこんな声か。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。ん？よし！こら！
見覚えのある景色は安心するな。ん？さてな。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。見覚えのある景色は安心するな。ええ、着いた。ちょっと、風に乗ってひとっ飛びだったらよかったの。ん？なんだと？
こたびも刺激的な旅であった。目的地に着いたわよ。うん今の声は消しましょう。やめるんだシオン、みんなの声が必要で。うわっ、イバラがいつもより痛い。目的地に着いたわよ。こたびも刺激的な旅であった。やったな。ズグリナさんの声を聞かせてくれよ。いいぞ、ほら。そう、世界よ、巡ってこい。見覚えのある景色は安心するな。
期待できそうだ。やめられない。よっしゃ！次はもっと大きいのを釣りたいものだ。釣りでも理想が高いんだな。あまり見かけない魚だな。こいつは煮るのか焼くのか。目的地に着いたわよ。そうだシオン、今日の夕飯の希望はないか。
私はな、明日もよろしくな。みんな準備はいいか。目的地に着いたわよ。水中に何かいるぞ。どこに投げるかな。いい風が吹いているな。買うには手頃な大きさだな。これは期待できそうだ。
これくらいなら楽勝だな。やった、釣れたね。いや、予想をはるかに超えた大きさだ。お見事だ。魚相手でも頼りになる。さて、魚はどう。どこに投げるかな。ルアーに問題はないな。目的地に着いたわよ。魚影、今見えただろ。まあこんなものか。うまいものね。いや、あまり見かけない魚だな。すごいよ、こんなのが釣れるなんて。どこに投げるかな。
釣り上げたぞ、大物だ。すごい迫力、やったね。ここまでは無事に着けたな。水中に何かいるぞ。こたびも刺激的な旅であった。水中に何かいるぞ。大きさはまあまあか。息は良さそうね。息が良さそうだ。はやめられない。さすがに食べきれるかしら。大きさはまあまあか。お疲れ様。